はい、こんにちは。クレイジーハンニムーンのリキヤです。今ね、近くのカフェでランチをしてるんですけども、今食べ終わってこれからね、よく撮影に行くラビラビーチガーデンに向かおうと思います。で、今回は時々ね、ラビラビーチガーデンで動画に出てくるノルウェー人のクラウスというね、知人がいるんですけど、彼はですね、ノルウェーのね、皇族のなんか偉い人みたいですよ。で、なんか昭和天皇とかにも会ったことあったりとか、日本のね、結構皇室の人とかともつながりがあるぐらい、かなりね、こう権力を持ってる方なんですけども、その彼からちょっと仕事をしてくんないかっていうふうに言われて、で、どんな内容かっていうと、カーボベルデの次期大統領の動画を撮ってほしいという依頼を受けました。やばくない？で、まだね、実態はそんなにつかめてないんだけど、その次期大統領の動画を撮るということで、これから打ち合わせにね、行ってこようと思います。まあ、そもそも次期大統領って何なんだろう、やっぱ決まってんのかな。ね、そこが不思議だよね。決まってるのか、それともそろそろこの人になるだろうって言われてる人なのか、その辺とかね、詳しいことちょっとよく分かんないんですけども、すごいね、大きなお仕事を依頼されそうなんで、今からラビラビーチガーデンに行ってお話ししてこようと思います。それでは行ってきます。カチューパのカチューパカチューパカチューパサブドデリミンゴ。オッケーオッケーオッケー。サブドミンゴ。あ、カチューパグッドグッドグッドスメル。グッドスメル。いやナイスナイス。ナイス、ここ。いいね、いいね。This is fish. Fish frito. Fish frito. Ah, okay, okay. Frito. Rice, rice. Rice. Good, good, good. Rice, feijão. Feijão aparto. Rice aparto. Fish frito aparto. Nice, nice. Fish, fish com molho. Molho, molho delle calda. Ah, 何これ、見せて。Molho delle calda. Ah, tomato?Molho, para fazer molho com fish frito. Molho, nice. Molho. Nice. あいつも気持ちよそう。I'm job. This is mar and artisanage. Okay. Artisanage. You look my job. Take it easy. Okay, okay. okay, okay. 歩いてたらちょっと着てみって言われて。かわいいおっちゃんだね。そう、魚と米と煮豆を使ったね、なんか料理を作ってるみたい。彼結構いつもここにいるんだよね。そう、そう、大きい。お金くれとか言ってくるわけじゃない。そうそうそう、ただこれやってんだよみたいな紹介で、大きい木の下でね、日陰、めっちゃいい、風もあって、へえ、すごい。なんか煙出てるなって思ったら、これなんだね。犬気持ちよさそう。かわいい。This is my dog. My dog. My dog. Cute, cute. This is my job. This is artisanal. This moto. Oh. Moto Harley Davidson. Ah, Harley Davidson. Harley Davidson. Ah. This is my job. Artisanal. Arto. This is job. També pisca fish. Nice. My job. Nice. This is tanco.De combustível. Ah, ok. Take it easy, you look. Yeah. This is ferramenta. Ah, なんか写真撮ってあげようかな。Ferramenta. This is hodo. Hodo? Hodo. Okay. Oh, beer, cerveja. Hodo. Oh, すげえ。Hodo. Cerveja. Sim. Yeah. This is reciclagem. Ah. This is job reciclagem. Yeah, reciclagem. Okay. Reciclagem. Reciclagem, okay. かっこいい。こう、ナイス。すごいね。ハーレー・ダビッドソン。いや、マイモトはピースコンプレート。すげー。へぇー、超リアル。ブラボー、ブラボー。ケレー、オートトラバリオ。ケレー、マト。わー、すごい。ブラボー。マルコ。ああ、グッドマルコ。グッドマルコ。マイジャパニー。おー、ナイス、ナイス。I'm from Mindelo. I'm from Mindelo. Ah, Mindelo. I'm from San Vicente. Yeah, okay. No sal. Yeah. Good. Okay. Tomorrow photo. Mañana. Cachupa aquí. Ah, sí. Okay. Mañana.
because I never feel some president, any president ever. So. No, but the thing is, if it's going to be done, it's next week or the week after. Oh, good. It's now, because the election is in September. Ah, okay. Oh, so maybe, yeah, so it's okay, good. Good for us. So maybe film from September, I don't know, July. July, August. No problem. パパラッチ。はい、ということでデンマークのね皇族の方と、打ち合わせの方をしてきました。もう夜になっちゃったんですけども、家に帰ってきました。で、その次期大統領っていう話をしてたんですけども、その辺をね詳しく聞いてきたところ、実際に現大統領みたいです。で、2期目を争うために他の候補者との選挙が行われるみたいで、その2期目のためのプロモーションビデオを撮ってほしいということでした。で、実際に支持率とかもすごく高くて、すごくいい大統領みたいなので、ほぼほぼ確定していると。次の大統領 もうほぼ確定しているんだけども、せっかくこういうねビデオグラファーがいるから、撮ってみてほしいみたいな感じで依頼をいただきました。すごい大きな仕事だね。ね。これでだって俺のせいでなんか叩かれたりしてね、ネットで。怖いじゃん、なんかさ、ネットでさ、なんか映しちゃいけない部分とか映しちゃったりしてさ、なんかそのせいで落ちちゃったりしたら怖いんで、すごいね緊張感はあるんですけども、僕的にはね、大統領をね撮影するなんて、もう人生で一度あるかないかの多分仕事だと思うんで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。日本に大統領いないしね。そうで、日程は、まだね、確実には決まってないんだけども、9月に一応その大統領選があるので、8月までにはリリースしたいという話なので、7月末か、8月頭ぐらいに撮影といった感じとなっています。で、しかもね、すごく嬉しいことに、そのサル痘のそのいい部分、素晴らしい部分とかも連れていくっていうことなんで、なんかそのサル痘の良さとかを大統領が引き出して、観光客をもっと増やすっていう政策とかも持ってるみたいなんで、なんで僕らが実際にそういうとこに行って撮影をして、サル痘の良さとかも PR しつつ、大統領のそのマニフェストみたいなのも撮っていきたいということなんで、これはね僕ら的にもすごくいいよね。うん、多分今まで行ったことないようなところとかも連れてくれるっぽいんで、その辺もね楽しみにしていきたいと思います。日程はいつになるか分かんないんですけども、また後々ね、Vlog みたいな感じと、あとはその多分ね、OK がもらえたら、その大統領のプロモーションビデオっていうのも YouTube で発信していきたいと思っているんで、てかもうこれは絶対発信させてもらうっていう条件でお話したいと思ってるんで、そんな感じでアップしようと思ってるんで、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、今からね、ウミガメの方を見に行こうと思います。Yes! Yes!